加賀三古空撮加賀三古は、石川県南部の小松市、加賀市に点在する三つの石古、今江方、木場方、芝山方の総称である。江沼郡は、この三古と近隣の川に由来する。今江方の全面と芝山方の約6割は1952年から1969年にかけて干拓され、主に農地として利用されている。拓以前は、 架け橋川から加賀山湖、いぶり橋川は自然の水路としてもつながり、四季の大正寺川まで約3キロメート乗り陸路を経て、現在の石川県と福井県の県境の大西寺川河口に至るまで船での移動ができたと言われる。小松市に存在した。かつては山和しじみの産地であったが、前日の通りかうんされた。河川周辺小松市に存在する。 唯一観択されずに調整地として残された。面積1.13平方キロメートル、水深2メートル、湖周6.4キロメートル。汚水の流入により水質汚濁が進み、ビオパーク方式等により水質浄化に取り組んでいる。カヌー競技の世界大会も行われる。美しい日本の歩きたくなる道500選に認められる。小松氏は、 旧大正寺川で運行されていた流し船を譲り受け、木場片南園地を周遊する船として改修し2020年9月20日から土日祝日に運行されることになった。河川棒川は大日川ダムの水を導水路によって放水されている。周辺ギャラリー主に旧東谷奥村を水源とする二級河川道、橋川が流れ込み終え、加賀市に存在する。上欧年間に、 型の中から温泉が湧き出しているのが発見され、埋め立てが試みられたが果たせず、明治時代になり、ようやく橋の方から埋め立てられ型山松温泉として利用された。今江方と同時期に干拓され、約3分の1が残り、型から日本海に至る二級河川の新堀川はこの時、砂丘を切り開きできた放水路である、河川周辺ギャラリー。ありがとうございます。